はい、あのー、特に何もないんですけど、あの、まあ、頑張って勝ちたいですね。まあ、後半一年、ね、のなんか人外が集まってたりとかしたら、発言持ってかれてなんかね、うんと、別に怪しくもないところを釣ってしまったりとかすることもあるから、まあ、発言聞いて、まあ、自分がね、あと、この人人外って思うところを、ま、投票したいですね。なんか、うん。んそんな感じかな。 なんかまあ一部だけ切り取って、悪意あるようなあの拾い方とかはやめてほしいなと思ってます。特にね、私、前半いっちゃうから、あとからなんか不当に殴られても言い返せないからねって感じですね。はい、頑張っていきましょう。以上。 発言してください。いえ。まあ、八番さんね。なんか不当に殴られても言い返せないって言うけど、あなたの後ろに何人味方がいるんですかって話なんですよ。あなた村人ですよね。人間3人しかいないんですよ。あと5人は味方なんですよ、八番さん。あなたが村だったらね。その5人の味方があなたに不当に殴られてる、それを見過ごす、そんな奴いるわけないでしょ。 何をそんなに気にしてるんですか、八幡さん。なんかあ、ま、不当に殴られても言い返せません。んま、ん仲間が言い返すから大丈夫ですよ。もうちょっとね、気楽にやったほがいいですよ、八幡さん。なんか所定だからなんか釣られる懸念がめちゃくちゃあると思いますよ、八幡さんね。場所的に。もうちょっと気楽にやりましょう。ね。仲間5人いるんですよね、八幡さん村だったらね。発言してください。 あれ。えねえ。聞こえねえのこれ。な。はい、よろしくお願いします。は、え、ラ、ー、村人陣営でございます。もうやっぱりね、あの村人陣営に慣れた、その心からね、えー、嘘をつかなくて済む。 プラスの思考でね、あの物事を慎重に進めることが可能であるということがですね、私だけに許された特権になると。まあ、そういった際にですね、あのー、まあ、言及する人がいますわ、はい。この人こういうふうに怪しいなって、この人こういうふうに白いなって、うん。だから、そこを全部潰せば、黒を一人釣れるんじゃないですかね。はい、もう一人はどこにいるか知りませんけど、私は知りませんよ。 はい、占い師でした。ランダムで四番白と出てます。四番白、発行お願いします。ええー、まあね、8番。8番はね。こんばんは。自分ちょっと多少もやかあるかなと。ね、なんか四時間ぐらい、私疲れたなと思って。8番部屋に入ったらね、なんかね。でしょあのー、人狼は,はできたからね、人狼。流れ切りにしてるんですかいや、八めて疑ってないのかなって思いました。僕は何ての役なのか楽しみにしてるのか。ようわからんなっていう感じでしたね。なんかあの子に聞こ番、えー、はね あのね、グラフィト人編は私だけっつって、まあ、もうキュー場の話とか全然聞いてないんだなとこ聞こえ思いました。けどはい。3番っていうのは聞こえないけど、まあね。一応、できるといいね。一、ね、試合目だけは多分、できると。まあ、いや、できねえかもんな。一番と。方が入るかもしれない一番のね、ちょっとそういうと気になりましたね。<laughs> はい。そうですね。うん。 あのー、どうなんでしょうね。8番っていうのと9番がなんかやり合ってるのと1番が謎の、謎ですよね。あ、村で嘘をつかなくてもいい。うん。まあ、そりゃそうですけど、本当に村だったら分かんないんですよね。なんか、ま、ま、なんかね、回、ま、り、あ、くどいような、精査してないといえば精査してないというようなっていう、難しい村になりそうだなって。2番が4番にしろ。なので、ちょっとあれですね。分かりにくいなと思いながら。 はい。うん。まあ、ちょっとき、聞いてましたけども。まあ、村人であればね、まあ、そのまま言いたいことを言えばいいと思うけど、あの、嘘つく人はね、狼でもね、本当にいあのね、村、村っぽくなってる人もいるからね。だから、必ずしも一番の言う通り、嘘をつかなくしてもいいってかな。本当に平気で嘘つける人いるからね。うん。そういうのが狼だったら怖いよ。うん。村っぽくなっちゃうからね。 はいまあ3番さんが一番変かなと思ってしまいました3番視点って1番さんって2周目もあれやったらるでよくないですかうん俺はなんかそれ以外の精査を3番にはしてほしかったです精査不能なんやから1番さんって 2週目あれやったっつったらいいだけの話でしょ。なんかそれ以上に3番さんって、なんか9番さんが8番さんに精査し,、えー、した精査と2番が9番に言った発言を精査してほしかったなって俺は思ったっす、はい。俺は9番が8番に言った要素ってめちゃくちゃよ言い回しはどうであれ、ちゃんと8番に圧かけてる。俺は考察やと思ったから、2番は9番の発言全然組み取れてないなって俺は思った。逆に9番があそこで8番に対してね、 黒い,え黒いねっていう方が俺は9番怪しくなると思うからなんか2番がそこでなんか9番の言い回しをなんか理解できてないのが俺は引っかかったなと俺は思ってしまいましたねはい4番さんの視点は、まあ、3の指摘はいいなと思いましたかね3番さんに対するはいぐらいですかね今僕が思ったのはまだ3番は えっと、まあ、まあ、4番が言ったから速力は割愛しますけど、僕も同じこと思ったんで、まあ、9番と8番は正直、どうなんやろ。2周目って感じだから、そこまで4番さんみたいに、8番と9番比べることもないんですけど、あまあ、ただ思ったのは、僕も1番さんは、1番のツリーチになるのかなって思っ,ってて部屋ねえかなと思ったら、なんか役職とかが長ければですけど。<laughs> そしたら何番何番って音が聞こえなかったからね。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。なさいはい、占い師、9代です、9代えー、まあ8番さんに関しては、 初めの発言で、お油断してました、トップウッターだと思わなくてって、あ,あんまりなんか夜行動とかしてなさそうだなーっていうふうには思ったかな。一番に関しては、嘘をつく、<い>つかなくて、私だけに許されたものみたいな。私だけ、ゲーム、いきなりね、どうい,い、ね、からこと,、ね、役とかあんのかなとかいきなり始まったからね,ね。持ってるんかなって思ったかな。 えー、えまあ二番は何で出てるかわかんないけど二四の囲いっていうのはあんまりないんかなって思っ。とが入ったく四から二に対する精査で相方でわざ,わざわざそういう要素う必要はないんかなって思ったかな。三番は一番色が見えないからいし、ね、難しい力の二周目もそういう感じの移り立ちっていう感じ,じちょっとまあお腹いっぱいだなと思って。のプレイヤーは発言してください。さいはい。 26のシーンはまだわかんないですけど、6、ね、番さんの色がわかんないっ,つって言って、ますよ9番、8番がやり合ってて、言ってることがまともだから、まあ、そこがオオカミだったら怖いよねって言って、一番釣り下ろしちゃうんですよ。 あれだけど、僕、3番視点でそういうふうな思考になるんだったら9番じゃないと思ってて僕は2番と同じで9番がどっちで言ってるかわかんないです圧かけてるようにも見えるし9番が8番の村ケアして8番さん、そんな心配しないでくださいよってどっちとも取れるような感じに聞こえたからまあ4番、5番は9番か8番にいや、なんでそんな防衛感出してるんですかって圧をかけてるように感じたんだけど僕はどっちとも取れるなと思ったんですよね。ああはい でも、なんか変なこと言ってるのは三番だなと思ったんですよ。うん。ぐらいかな。まあ、二周目頑張ります。八番。のプレイヤーは。発言してください。さいちょっとね。なかなか、いや、俺自身もちょっと落ち度あるんかもしれんけどさ。狩りで、はい。いまいちね、なんかね、例で、はい、あの。なんかね、精査がわからんかったな。 九番さんがね、役っていうことやったんで、まあ、それで視点がク利やになったかなっていう感じでいいんじゃないですかね。まあ、後ろにあの仲間がいるから、まあ、普通にやればいいんじゃないかっていう、そういうふうに受け取ったんですけど。まあ、そうですけどね。まあ、は言って何の役、うん、の。そうそう。何なんやろうね。なんかこういうのもいいらしい、ね。いやちょっとね、ああ本当にね、どこっていうのがね、わからんかったかな。わか,いいからんかったかな。 えっとまあ、発言のシーン的には、62の精査したら6番さんの方がややシーンかなと思って、ちょっと上に、ここにあるかなってなりました。なんかあの、えっとまあ、前の人に触れながら、精査してるんかなと思いながら聞いてたんですけど。 2番さんがまあその891の発言しか聞いてない中での状況やったからんあんまりこう2番さんの心感情っていうのがねあんまり広いと思あんですけあと、まあ、2周目、まあ、ドグレス系上げてもらったら2番さんが何入れているかとかもしくは真なのかとか。 そういうのが見えてくるかなって感じですね。いや、本物の設定どうすればいいか分かります、ね、ちょっとわからん。ごめんなんかね、釣り位置っていうほどね、俺目線わからんかったんだよね。だから、なんか普通に近く役所がここ釣りたいというのがあったら釣るし、まただ俺は村やからさ、俺は釣らんといってい感じですね。ちょっとただ、まあ、2週目しっかり聞いた上であのいと持って登場します。以上。9番。 のプレイヤーは発言してください,ださいごめん、6番さんのさ、あの占い結果だけし聞かなかったから、後ろに、<laughs> あ、俺か。OKOK、うん。っーっーえっと、七8のランしますね、7、8のラン。えっと、7番に関しては、なんか、9番の8番への指摘が、4、5と受け取り方が違うって、そんな人それぞれなか当たり前やん。当たり前のことしか言ってないよね、7番って。で、精査しようとしてないから、7番ツーリ位置ね。<laughs> で、8番は2番6番の精査しか入れてないんだけど、2番6番で2番が死んだとき邪魔だから8番。じゃ七78なんで。はい。78なんでお願いします。1番のプレイヤーは発、まあ、発言してください, 1> いや。1番ってなんでこんなことになってんの何回も何回プブレステ版は2023年春なの じゃあ、PC 版が出てたのサンブレイクって。PC 版で盛り上がったのあえあ。ああ。えあ,あ,あの、ライズだ。元のやつだ。元のやつが出てて、ダウンロードコンテンツが春に出るんだよ。何考えてんのこの人。 2番のプレイヤーは発言してください。はい、えー、まあ7八のランでね、8が、ね、6がシーンって言ってるんでね、えー、釣りたいですと。でもねも、7番のね、3番が気になるとか言ってたっけ、俺、あんまり気にならなかったけどな、と思ったんでね、えー、7八のランはいいと思いますけどね、自分はね、ちょっとね、えー、1番が喋らないんで、1番に行きます。 どうなんだろうね。6の相方で、8も全然あるかなと思,って思いましたけどね。うん。はい。まあ十番一1番いきますね。一番ゲ。ゲーム上面白くないので1番いきます。まあ7、8のランには結構同意で、でも1番にいきます。そのぐらいですね。はい。3番のプレイヤーは発言してください。 いや、あのー、ゲーム性として、1番釣らないと PP があるんで、1番。7八の村釣ってね、1番動き,動きませんって、実上の,あの村でしたとかだったら PP になっちゃうんで。うん。面白い面白くないじゃなくてね、位置釣りですよ。絶対もう位置釣り。今日位置釣り。まあね、記録とか1、2だったらもうご収拾様ってことで、1番が悪いでしょう。ん。1、4、1、7、1、8も、まあ、半で背負ってますね。うん。 まあ、例が優秀ですね。うん。私を弾く。まあ、478はね、一番と相方だったら、絶望してください。私はね、一番いけます。人狼でも狂人でもなく、村陣営は78の村つった場合に大変なので、一番しかいけないんです。位置釣り。その後ですね。だからまあ、2番、6番の話聞いてね、芯につけたいと思います。4番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい。まあ。 めちゃめちゃカオスだなって思ってますけど。はい。まあ8番って黒いんですけど、まあ3番さんって今の発言、ほぼ発言してないのと同義やと思ってるから、分 <laughs> からへんって感じ。はい。まあ7番に関しても9番がどっちの糸でも取れるって言ってるけど、9番ってちゃんと8番に圧かけてるんですから うん、なんか、7番の9番の組み取り方自体が俺は変やと俺は思ったから、まあ、7番、8番どっちも黒いなって言った上で、まあ、3番が分かんない。はい。<laughs> 発言してない人にしか聞こえないんですよね、3番さんは。はい。まあ、2番、6番はま2番が偽なんじゃないですか、さすがに。うん。2番してで、ね、7番が3番に対して叩いた。2番してで3番さん気にならんかったんですかって俺はめちゃくちゃ思ってしまったから。 はい。3番さんは、まあ、間違いなく一瞬目変やったから、うん。って感じかな。8番に関しては、なんか6番2番審議で、6番が考察をしてるから、真って言ってるのと同じだと思うけど、位置的に2番,2番6番って、全然考察の内容変わってくるから、そこで8番が6番に対して、真だよねって言ってんのが、俺は2番8番に見えてしまったから。はい。まあ。 一番いかざるを得ないんでしょうけど、まあ、8番には行きたかったですね。はい。まあ、わからん。ね、まあ、カオスですね、だいぶ。はい。いね、5番のプレイヤーは、まあ、発言してください。どちらかというと、8番って強靭目が高くないってと僕は思ってますけどね。違うんかな。8番の位置で1番と3番って、 あのー、1周目の発言量って8番が狼だった場合って格好な餌食になると思っていて8番ってそんな精査もせずに2番と6番の精査をして6番の賃上げをしているから占い師を気にしていることから8番って正直狂人目かなって思いましたね占い師に入りたいのかなって思いながらって僕思いましたけどまあ1番釣るんですけど まあ、僕は今日普通に噛まれるんではいみんなで精査してください、まあ、9番さん引っ張ってあげてくださいみたいな以上です6番のプレイヤーは発言してください,ださいうん3番さんが変だったな4番さんも言ってたけどほぼ考察してないような発言で霊能に対して霊能が優秀って っていうなんかすごい評価集に見えたサマーさん。<laughs> PP 同行ううっていう三番さんその意見はわかるんだけど精査をしてほしかったなって思うし精査してない中で9番に対して優秀っていう発言はなんか人外っぽいんかなって思ったかな。まあ1行くけどね。うーんやっぱり4番さんそんなに見えんのよね。もし2番が強人だった時4番がローで。 求人を釣りに行く構図っていうのはあるんかなとも思ったけどけど4番は単体で白いなーっていう感じまあ8番に関してはあんまりわからんかったかなそんなに色が見えてない7番もそうだけど3番って確かに変だったけど 2週目聞いてからも、ああいう感じだったら釣りたいっていうふうに私多分言ったと思うから、そこは、あの、受け取ってくれんかったんかなって思ったかな、7番さんに対しては。3番って、まあ、変は変だったけどね、2週目かなっていう感じだから、うーん、けど明らかに3番さんが変だったから、3番さん、ちょっと、 占っちゃうかもしれない。七番さんの発言にもよるけどね。はい、以上です。あー、でも、ろういは、そうね。まあ、兄さんは安直に繋がるんかな。二番がろうだった時は、はい、七番のプレイヤーは発言してください。いや、もうそうそうおかしいんで、無理ですね。これ、六番さんは、七番の発言があったらどうなんのよ。 2番と7番が繋がると思うってこといやで色が分かんないって言ってるけど、俺結構一周目発言したと思うんだけど、9番は7番、8番ランジするぐらい7番が黒いと思ってるわけでしょ ?6 番視点7番の色が落ちないってどういうことよ。番って知らんけど。まあまあまあ。いや、俺3番の言ってるほど一周目おかしいと思うけどね。だってさ、1番と9番と8番で、 えー、3番は白老一を懸念してるわけでしょ ?1 番と9番ってどっちが白老一なのよ ?9 番じゃないの言ってることまともだし。なんでそれで1番が2巡目、ね、ってなる ?1 番なんか何も喋ってねえんだから、つるんじゃん別に。いや、1巡り。1番6だったら8番だから、それでいいじゃん。一番でいいじゃん。先ボーナス問題だぞ、これ。7と8と4って震えてんの ?1 番つって。 これ心境ですか一番釣れ,釣れないのありえないでしょ釣りたい釣り。ひろちゃんはもう一番釣るよ。心意気なすれますからね、ひろちゃんはノプレイヤーが選ばれました。一番のプレイヤーは発言してください。てさい寝てんのこれ 寝てるにしても何の音もしねえよな。何してんのあの、一応私も頑張って今デッドバイ頑張ってチャレンジしてるんですよね。というから遠回りだったんですけどね。あの、当店も焦がしてて,て4つのうちの3つのパーク使ってないんですよ。あれと思ってね。1つ使ってたパークも外してしまってもいけんじゃねえかなと思って今日試してみたら、意外といけるという ただね、音は、音でちゃんと判断しない。難易度は上がるってしょ。うん、だからちょっとの音でもビビ。まあ、どうでもいいじゃん。後半ちょっとやりすぎてるからね。やりすぎて、結局、あ武器のパフォーマンスが落ちてる気がる。と言いながら一応今日はね、あの、一匹のモンスターのもう10時間使って一匹のモンスター、観察する時間作ってたわ。 試合しながらモーションの研究とかを行ってたわ。夜が来ました。目を閉じてください。まあ、勝ちでしょう、私たちの。私たちの勝ちでしょう。っていうか、まあ、勝ちまあ、勝ち。 一郎でしょ、ちょっと見たないでまあ,あ簡単なゲームでした <laughs> 簡単なゲームでした 朝がました昨夜死んだのは番番のプレイヤーは発言してください一番の色は一色あちくろ 六6番の言ってること変だったんだよね。偽だったら強人かなって思ったんだけど。なんかすっげえグレーを舐めますように。ああ、でもね、こうだもん入ってるから。いやー、とりあえず2番釣ります。以上8番のプレイヤーは発言してください。 あの、どうなってんの俺。夢見てんの一番と八番って。夢見てんのゲームしろよって話だけど、どうなってんだろう環境が。ちょっとアラームが鳴ったから、多分たぶんそれで聞こえんいゃん。めちゃんちゃ来る前にゲーム崩壊とか、そんなのやめちゃくいいわ。イさんさ、もうちょっと、だから、ゲーム的に面白くした方がいいと思うよ。<laughs> 俺の人外要素でどこよ どこと繋がってんのじゃあ。全部あげて。あのー、まずそもそも俺占いっていう時点でおかしいやろ。なんか、じゃあ何俺の人外者と何よ。どこと繋がってんのどういう精査してんのまず、さ、2番3目線3番んって何も考察してなかったやん。なんでそういうところ違和感感じん その3番んより俺の方が怪しいと思った。どこ要素。あげれるんやったらあげてみて、うん。あの、2番の偽とかわかるでしょさすがに <laughs>、うん。ちょっと残念ですね。どうなんでしょうね。ちょっとグレーに関しては分からん。まあ3番も発言してたいしね。 どうなんでしょうね。まあただ俺ですムラスあのと、ー、人外じゃないっすはいまあのに釣りますけどね。<laughs> なんなんやろうな。まあ多分人外はの変わなんか変わらず俺でも釣りをしてくれるかもしれないけど。はいなんか変なもん九番のプレイヤーは発言してください。さいまあ次が俺が噛まれると思うけどもし二番の色気が落ちて二番が白だったとき四番の 6番確定画面はちょっと多かなぐらいかな。うん。なんかね、1、3、マックス強人で、7、8が全部ありそうで、って見えてたから7、8ランにしたんだけどね、小番さん。だから小番さんの8番強人っていうのもわかるから、8番も含めたんだよね、俺。だから全然強人でも釣っていいから、別に9番が安り比較して色見えるから黒釣った方がいいじゃなくて、陣が予想ある人間釣ってったから、 確実でしょだから8番含めたのねだから小松さんとは視点合うんだよね8番強じで見てるともういい、うん、だからまあ俺が噛まれても小松さんに任せようかなと思うけど <laughs>、はあとりあえず2番取ろう2番のプレイヤーは発言してくださいはいえー、まあそうっすねえー、なんだろうね あのー、まあ何ていうんですかねあのー、5番がねあのー、今日9番守れるのであればね2番の白結果落ちるんでねえー、自分はね6八だと思ってて8位ぐらいしたんだけどね7番の6番に対する精査とか6番が3番に噛みついてる感じとかねえ 67とか63は見えなかったんで、8占いで8が黒でしたっていう。まあ、そんだけなんですけどね。まあ、5番と9番ってさ、まあ、ミスリードして8が強人だって言ってるけど、あの、強人も人外だからね。8ローなんだけど、8番から釣ってくんな、ね、い ?3 番のプレイヤーは発言してください。はい。2番釣って8番釣ればいいじゃないですか。はい。218。ここに2人がいると思うんで。はい。 どっちにしろ1・8釣り切れば、あの、ビビはないんで、最終日迎えられて、そして終わらなかったら4・7。まあ、終わったとしたら2・8がロ朗読してましたって話で、何考えてんだろうなっていう。4・7・1の狂人が絶望するでしょうね。まあ、私、無駄なんで、心意気なく8行きますよ。2ってから。2ってからね。2・8っていう。あ、なぜかっていうと、8・1で1陣が落ちるから。8番、狂人まであるんだから、どうせ1・8。 8がどうだったらラッキー。8強靭まであるからね。で、終わらなかったら47のどちらかを私が考えてロトンを放置する。2番だったら4番囲ってたとかでしょ ?27 だったら囲ってなかったそそ。それだけなんで2って8ね。はい。4番のプレイヤーは発言してください,ださい。なんかね、3番視点でね、2番、8番を釣り切る。これね、俺も飲めるんですよね。ただ3番視点で。 その,その先のね、4番、7番の精査ができてないこと自体、これはあなたのこれ要素かなって思っちゃうわ。はい。まあ、結構見えてくるでしょう。7番と2番との精査の仕方二2番、4番の癒着とか、俺はできると思うけど、まあ言わんけどね。はい。あのー、8番さんに言うんですけど、あなたが村やったら、あなた視点ってもすっきりしてるわけですよ。2番が偽なんですよね。で、そうなった時の、あなた視点での人外の スケールを上げてほしいです。じゃないと、俺はもう2番っつって8番行きます。なる、ねはい、それで PP 来ないと思ってます。僕はね、ロロでも2路、8境でもどっちでもいいす。はいまあ、その考察の仕方をしとったらね、ねまあなた視点2番への言及なんていらないんですよ。言っときますけど、8番と3番って変わんないですから、3番は考察してないって言ってけど、あなたも同じです。あなた視点で6番と2番に対して、 6番と2番に対して位置が違うのにも関わる6番が考察してるからしんしか言ってないんです。あとは自分が村です、村ですしか言ってないから8番と3番って変わんないですよ。そういう意味では8番の方が黒いですけどね。うん、俺の中ではね。はい。3番より8番の方が黒いと思ってます。はい。5番のプレイヤーは発言して,言してください。3目線で4番と7番と戦う。 体力ある?。ちゃんと四番七番も精査しなきゃいけないよ。まあ、私ですか?マママ。い占い師でちゃんと噛むなよ。俺噛めよ。知らんよ。な番,番が。信用勝負しろよな、ちゃんと。信用勝手になんだったら、噛むしかないな投票を始めてください。あ、おもんないや。ありえん。おらじゃないべ。うん これが本当に6番2番、新境で間違ってるかもね。まあ、478の二の構成が間違ってるってこともあると思うけど、まあ、8ずって47の、体力があるかないかじゃないよ。戦って勝つんですよ。二番のプレイヤー選ばれましたは勝つんですよ。8ずって47で勝つんですよ。苦しくても勝つんです。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。はい。 えー、まあ自分はね、6八と思って8なってく、8黒が出たんですけど、さすがにね、6番が噛まれているんで、まあ、6番は強靭なんだろうなとは思ってますで。8番が普通にね、6進、6進って言って6を噛んだだけの構図で、まあ、どっちなんだろうね。8七か8三かが、自分はちょっと分かってないんだよね。あー これはわからんなっていう難しいね。うーん。なんかね、あのー、ま、あの、3番さんね、ちょっと釣られそうな雰囲気はあるなっていう感じでね。でも87、87に、九番が八七<え>に見えたのか。ないでしょちょっとそこが自分がね、ちょっと8の相方がね、つの勝つで7だとしかしかんないっい僕のないじゃないかなと見えない私は別に。8三も二三も見えなきゃ私は釣られない。見えるわけないでしょ、普通のプレイヤー 勝つんですよ。厳しいだ体よね。物にするんですよ。厳しい状況、人道ゲームという。厳しい状況で僕は奇跡を起こしたいんです。そら、まあ、もしでも試合を見せればね、今はできてるけど、できてるな,なるかもしれないからね。うん。まあ、この試合大事にしたら。う、ま、ん、あ。でもな、まあ、 危なくあれでよかったね朝が来ました 昨夜死んだのは9番3番のプレイヤーは発言してください8いきますねはい2八だろうが2ロー1八が巨人だろうが8いけば PP はないのでまあ4七に巨人いたら震えてるでしょうね 2八六六囲い,い読んでる3番咲いてるなと。4七3番潰したいでしょ。あのー、本当にね、4七持ちになったら私を釣りなさい。うん、そうじゃなければ勝てませんよ。私は8番しか行かないんで。うん。四七が張られたら弾くでしょ。私と同じく。まあ、その後4七、どうなんでしょうね。まあ、普通に6番が4番がールる可能性があったんで、4番の方があるんじゃないですかね。6四で。 7番と見せかけて4番。よくあるパターンですよね。2、4とかね。ただ、まあ、2、8で終わったらね、4番7番の巨人さん、ご愁傷さまです。8番いきます。4番のプレイヤーは発言してください。まあさい,はい。まあ、考察はずれてるんですけど、そういう考察機能してほしかったんですよね。あなた視点、うん ね。2番と8番をつる。これ、俺も同意なんですよね。ただ、3番視点で4番と7番の比較がないこと自体が、俺はもう3番のクローラスだと思ってる。はい。だから、8番終わらんかったときは、やっぱ3番かなってなっちゃうかな。うん。あ、あと、もう1個言っとくと、3番にね。あの、6番って4番占いなんて100ないから。はい。4番じゃないって言ってる考察の上で、8番とか3番とかがおかしいよって言ってる人物だから。 俺が狼やったとき全然怖くないから、6番の占いって。はい。まあ、それだけです、うん。だから3番にしてほしかったのって、あの、3番が村やったときね、してほしかったのって、7番と2番の、なんか、ロールを否定を俺はしてほしかったんですよね。3番が村やったら。うん。なんかそこがもう、なんか8番を釣るまでしか言ってない3番が、やっぱ黒く見えてしまうっすわ、どうしても。7番よりね。8番で終わらんかったとき。はい。 まあ、まあ俺の中で3番8番なんですね今日はその上で、まあ、8番視点で、まあ、どう見えてるかっていうのをまあ今日言ってほしいな村やったら本当にあなただって視点2番が偽でどこに狼がおるのかっていう考察を2番が強人狼っていう精査とかをね回、まあ、してほしいですはい5番のプレイヤーは発言してください番4番狼 でえっと、6番も追ってないことから、はあ、どうなんやろうね。2番4番狼で、占い師さん、6番が真の占い師で、4番を見てない、囲いはないって言った面から、クロスは飛ばされないよね。だから4番は、も、ま、う、あ、浮しますか まあ、8番で終わらなければ3番と7番の交差やけど。多分三3負けるよ、これ。3ブレだったら。もうちょっと。え、負ける負けるし、負けるるでも、2番狼八8番狼ってンンも見える ?8 番の HP って最初から少ないからね。ためにやるんですまあ、いいわ。まあ、8は人外だとして俺は釣るから。以上です。ちゃんとできなかったなって思うんですよ。7番試合をして、迷えばいい発言してください まあ5番さんが3番の裏系をして心配するのはあれなんですけど、7番村なんで大丈夫です。はいまあ、2番、6番が仮に信教だったとした場合って、6番が9番に白うち、4番に平トを向けてないことから、6番が信って見えて、グレーに二郎っていう可能性ももちろんあるんだが、僕はえっとね2番、4番、でそれで仮にね、4番が囲われてるとして、2番強じ6番信で確定画を6番起こしたとて、6番って4番占わないから、3番占わなくて,てただから。 7番さんどうですかって俺に聞くから意味わかんないし新名勝負やっても、ね、仮に4番が黒を打たれて6番4番だった場合6番釣られるから4番が言ってることは正しいっすはいまあ8番から僕は釣っていいと思ってて3番が2番8番ね狼もちろんこの段階で、えー、と6番を噛んで2番が黒がいする可能性はあるよはいだから8釣ります8番のプレイヤーは 発言してください。うるせえからさ、本気で交差すんねんけどさ、2、4、6、6、3強靭でしかないやろ。ちゃんと話聞けや。なんで2番が真やねん。2番に世でしかないやろ。3番と4番がなんで2がさ、2が真やと思って俺すんのありえないでしょ。内訳は、何も言ってんやんけ、3番、4番。内訳どこに強人がおんねん。 8行ったら PB ありません。<か>なんでそう言い切れんねん。その要素はどこに強人がおんねん。そんな精査も落としてん。んね、3番が強人でなんで俺が強人になってんのまず2番って失権してんねん。俺強人にならんか行くえなんでそれ拾われよ。弱すぎるぞお前。俺強人だったら知り合いと四番七行くよ。1番なんて行くわけないでしょ。2番っていうのは6、68ローローやと思って8占って黒でした。 って言っておきながら、発言の最後に、うんと、6じがみしてるとは思いませんけどねって。だったらなんなんや。2番目線って強人っていうことか。6番が。言ってることでやってることちゃうやろ。それでまた2進で見てんのかよ。ちゃんと話してんの。悪いけど。くくそうかお前らいくらいボメ箱がねなんで俺言ってやねん。 二八郎郎にしか見えねえから、はじいって、または二二郎にし四番が、なんか発言してないから、三番,番と八番やったら、八番の方が偽ですね。要素はまあ、うざいから始まいこう。初定値でさ、話すことない。四番しか言われへん。あんたして四番行けんいわからへんやろ、あの時点で。四郎なんでしょじゃ四番行けばいいじゃん。四八ローラーもうこれ聞いてどう思うねん。八行きます。そんな精査もしてないやつに、なんで八人外とか言われなかった 4やろ。2、四ローラーやと思ってるけど投票を始めてくださいオラじゃなべ。まあ負けたら負けたでね。あ分かったっていう。まあ2、8でローラーがするべきじゃないってことをね学べばいいんじゃないですか。8番のプレイヤーが選ばれました。 八<え>番のプレイヤーはパワな,わけないでょ発言してくださいマジで下手くそやなお前らひろちゃん狂人、ね、発言の単体精査せいやひろちゃん狂人違いますよこれは狂人村のね狂人語りですよあの俺のクロレスどこやねん開けてみんよ狂人語りで4-7のローンをヒロちゃんに惑わされて対したつられてまいけるですよ最終提示はどこやね <laughs> どこ狂人でどこで人狼で見てんね一切ないやんけ そんな人狼ゲームやってたらいつまでたってもうまくならんぞ3番目線さ8つって PP ないんでってなんで言い切れんねん違和感感じひんのかよえっこうやって俺,俺村だから PP ねえじゃん18だから21826構せじゃん あと47騙して終わりってことっすよ。ね、プロちゃんの巨人なわけないでしょ。プロちゃんなんかね、オンハンも大したことない、デッドバイも大したことない。そうですよ。ちょっとりっえね、オンハンもちょっと参加型をつけるけどさ、あと目を向てもさ、誰も参加してくれないんですよ。だから一人で努力するしかないってことですよ。 一応、もう、まあ、過剰になってから、ね、ラポモンスターとの戦いが、あの、武器連成でちょっと長時間になってから、武器連成の時間を、二日に一本ずつもペースで、あと自由時間コーナー作んなきゃね。モーション研究会とか、今日はクシャルダウダでモーション研究。ちょっとやってたわ。三、四試合。となってきたけど、頭見なきゃいけないから、前の画面、前、前にしてなるべく、 あの前の方向の。朝が来ました。しながら昨夜死んだのは。五番。七番。のプレイヤーは発言してください。これまさ狼なの。金曜ローラのこれ。もういいやさ、三人投票するわ。<laughs> あの、僕ねいや、4番が本当に狼で24ロードだった場合あ、もちろんあるよ。2番後半位置に打って、まあ、でも広いしねあの。どっちにしても負けか。はい。負けですか。8番のパッション感じたから3番投票しようかなと思ったけど、だから8番がね、 3番行こうっつったら3番に投票したのよ。でも246見えんかったんよね。例えば6番が3番占うって言って、6番別にかまなくても、2番4番にたどり着かないのよ。6番さんって。だって4番村置きしてんだもん。ね。だからもういいよ。3番狼かけます。3番のプレイヤーは発言してください。はい。私ね、そうです。まあ47に巨人いるでしょう。 まあ、1番の1周目、そして8番の熱いパッションで、村は分かってましたんで、2番にね、あのー、8番に苦労しなさいという指示を出しました。6番が3番占いを飛ばす可能性があったんで、買いました。まあ、勝ちでしょう。まあ、47の狂人さんは、まあ、4番7番の村に入れてくださいね。まあ、狂人仕様とかはいりませんからね。まあ、勝ちましたね。うん。私はちゃんとローなんでね。うん、まあ、47の狂人はね、 村に投票してくださいよ。私はどちらかに入れますからね。うん。私が仮に本当に教授になったらね、反投票しますよ。あ一つ言い忘れました。6番さんをはじめとする素敵な女性プレイヤーとゲームがしたいですね。はい。いつも思ってますね。素敵な女性陣とゲームがしたいです。それでは、3番釣ります。以上です。4番。こ <laughs> のプレイヤーがー <laughs> 発言してください。はい。 まあ、7番んが狼なんでしょう。三番狼でこれやってたら、だいぶやばいと俺は思ってるから。うん。3番の狼強人仕様はやばすぎる。どっちにしたって釣られんねんから。何を狙ってるかわかんないわ。3番が狼やったらね。まあ、3番には入れるんやけど。<laughs> はい。まあ、8番がね、黒要素、自分の黒要素、はい、ゆえや。 っ言ってたから、まあ、言ってあげるんですけど、ね、あなたの黒要素は2番に黒出された時に、<laughs> あなた視点での考察ができてないこと自体があなたの黒要素です。だから、3番さんとやってること変わらないんですよね、8番さんって。そういう意味では。だから、あなたがナチュラルに黒くなるんですよね。はいまあ、だから、それがあなたの黒要素です。むだ誰も2番のシーンなんて追ってないです。 その上で8番をつるって言ってだって俺強人だから2がローじゃねえかよ冷静に考えたら2ローじゃねえかよあ<れ>あ普通に考えて2ローだよたた多分こうだねよどっちかが村どっちか多分投票見れば分かると思うわ4番もまあ決してこ,こんな感じだね俺三3投票したよねよしこれがヒロじゃん